山田さんです。小山田圭吾さんの辞任ということで、これはまあ早かったのか遅かったのか、そもそも任命責任があるのか、このあたり、諸部さんどのようにご覧になってますか。僕は長い間日本にいなかったんで、この小山田なる人のことを全く何も知らなくて、で、まあ、今回のニュースを聞いた次第ですけども、やはりこれほどやはり大きなイベントですのでね、身体検査っていうのはやはりそれなりにやらなくてはいけないと思うんですよね。でそれが、まあ、SNS でこう炎上したという感じで出てきてるわけですよね。でそれでもこれ今大体文明国って先進国ってほとんどすっごく力を持ってるのが SNS での炎上、それによる、まあ、最近アメリカのニュースなんか見てますと、まずほとんど1日に1回必ず聞く言葉にキャンセルカルチャーってのがあるんですね。キャンセルカルチャー、キャンセルカルチャー、キャンセルカルチャーってのは要するに今回はこの小山田さんという人がキャンセルされちゃったんですよ。もう毎日のように誰かがキャンセルされてますね、アメリカなんかですと。まあ、今トランプ氏にこうくっついていたずっと弁護士の連中であるとか、ああいう連中が毎日毎日キャンセルされてるんですけども、これ世界的ななんていうのかな、人間をこう本当にもう消してしまう、キャンセルしてしまうという状況がここになるほどな日本にもあるんだなというふうに思いましたね。ただその身体障害を持ってる人をですね、まあ、いじめたというのはこれはまあ人間としてですね、これは何年前の話か知りませんけれども、なかなか消えることのない過ちですよね、だと思いますね。はい、ね、今室伏さんの指摘の通り、確かに、まあ、このネットの社会になってからですね、それ以前と以後で大きく違うのはそこの部分ですよね。これまでは分からないで隠されてたものが、どんどん明らかになってくる。これを果たしていいと見るのか悪いと見るのかということで、日本社会はまだ議論の始まったばかりではあるんですが、五十嵐さんどうでしょう。私もよく知らなかったんですが、娘に聞いたらですね、有名な人だ、この問題も有名だ、単にその若い頃にですねいじめてたっていう話ではなくて、これを告白した時にですね、全然反省がない、むしろ笑いながら言ってるような話で、そこが、皆さん問題してるんだというふうに言ってました。それにしても呪われたオリンピックですよね、これ、国立競技場の建築家コーターシンボルマークの、盗作問題で、作者が交代し、演出家が交代しですね、組織委員会の会長まで交代して、それに、連なって五輪担当大臣まで変わった。その次がトップのですね作曲家ですから、最初の4分を担当した人が変わるってことですから、これはひどい話ですね。でこれは降ってはいた呪われ方ではなくて、自ら招いた、災難というかですね、災いですから、それはもうどうしようもないなということですね。やっぱりこれからもあるでしょう。五十嵐さん今おっしゃったように、振り返ってみると確かに呪われたオリンピックということは、むしろ逆に言うと無理をしすぎてんじゃないかと、本当にこれはオリンピック求められてやったのかどうかという根本のものですよね。招致の活動の時から、私もおととい改めて6年前のツイートをもう一回載っけたんですけど、何かというと、招致委員会の時の招致のファイリングでですね、ファイルでですね、日本はこの7月の末から8月にかけては1年を通して最も温暖で、そしてこのアスリートが活動しやすい時期だと、これでファイリングで出してるんですね。最も温暖は合ってますけどね、温暖という、これはもう熱帯と、まあ、このような形で結果として無理をして持ってきたオリンピックっていうのはここで、やはり最後にですね、まあ、こういうふうに、ツケが払われなくちゃいけないのかと。でこれツケ払うのは選手たちですから、アスリートで。で、まあ、このオリンピックについてはね、また特集でゆっくり話したいと思うんですが、このいじめの問題っていうのは、実はこれちょっと今回はお二方ともおっしゃったように質が違うというのは、私はこれ個人的にはね、辞任して当然だと思いますし、それは今五十嵐さんも諸見さんも指摘したように、
単純にいじめでその後反省をして、例えば日誌の雑誌に、いや若い頃ねこういういじめしてしまったと、いろんな人同士を傷つけてしまったという面だったらいいんですが、一つの雑誌ではですね、そのいじめた子をさらに追い込んで、今何やってんだということで家を訪ねてさらに追い込むというですね、とんでもないことをやってるんですね。バカじゃないの。でそのもう親御さんからももうそっとしといてくださいと言われて、それを危機として載せると。でこういう人物を選ぶという時点でもうすでに組織委員会の、諸星さんおっしゃったように身体検査もそうですし、その責任というものがもう一体どうなってんだと、もうはっきり言って胸くそ悪い話なんですよこれ。非常にあの吐き気のするような話、なんか聞いてて気分悪いでしょ、本当に。でもね、しかも障害者の件 でこれなんでこういうことが日本社会で平気で残ってるのかという、まあちょっと根本のことを伺いたいんですが、諸星さんどうですかね、アメリカカナダと比べてこの日本社会におけるいじめっていうのが、はい、私はちょっと質が違うかなという気もしてるんですが。おっしゃる通りですね。僕アメリカに行って、まあ、本当に驚いたのはですね、子どもたちがその20人ぐらい、公園にいてね、そしてこれから野球をやると、ソフトボールをやると、でチームを作るわけですね。で日本だとそのグーパージャンケンかなんかでやるわけですわね。ところが向こうはですね、上杉チームと諸星チームが、で上杉ちゃんがまず君って一人ドラフトするんですね。で今度僕が、はい、で僕が今度君ってこうやるわけです、はい、それやっていきますとね、最初の 6,7 人は本当にチームにとっていい選手なんですよ、はい、で他のガキはもう欲しくないんです、最後に残ってるのは、はい、で本人たちも分かってるわけですよね、だけど僕選んでやった、こうやってやってるわけですよね。ではしょうがねえや、こっち来いよっていう形でやると。でその僕は何を言いたいかっていうと、すごい競争社会であるアメリカはですね、まあ、日本もそうですけども、日本には比べもなんないくらいのすごい競争社会ですけども、そこで必ず競争社会であるから負ける人はいるわけです。ルーザーはいるわけですね。だからアメリカの文化の特に子どもたちの教育の中でですね、何を一番のちゃんと教えたいかっていうと、グッドルーザーになるということなんですよ。グッドウィナーは簡単なんですよ。わーっつってね、わーってやってるわ、いいわ、勝ったっつってる。ところが負けた時にどのくらいそのしっかりちゃんと負けることができるかということ。でそれはですね、今度のトランプの負け方、あれが最も見にくいですね。もう今までその選挙の結果が本当に完璧に出る前に負けたであろうと思う人はですね、相手に電話をしておめでとうっていうのが、それが負け方じゃないですか。それを今になってもまだあんなことやってるわけですよね。だから最もアンアメリカンです。アメリカっぽくない。それが日本、アメリカのその強いものと弱いもの、それの住み分けでなんですね。ところが日本の場合はですね、僕はやはりその昔の村にあった村八分のとこからずっと来てると思うんですよ、自分と異質なものっていうものに対して、やはりこの村のためにはこういう人がいちゃいけないんだみたいな感じ、そしてその人をキャンセルしようとする、そういうことが僕はある。そこがその日本とアメリカのその人間ですから、必ず誰かと比較して自分はこうだということで生きてるわけですよね。僕は本当に何やってもダメだけども、上杉ちゃんよりは僕はパットはうまいぞと。なんでその本当のこと言うんですか、ね、いや本当のことだよ、ね、だからドライバーに関しては彼の方が若いんだから、だからゴルフやってみると最後上がってみれば俺の方が強いんだよというそういう満足感みたいなね、これ大事なんですよ、こうやって比較の上で人と比べることによって人間っていうのは自分を正当化してるわけですから、これはもうこれはしょうがないことです、必ずあります、いじめっていうのは。なるほど、はい、ね、いい話をされてるのにちょこちょこっと挟み込んできますよね今ね、諸星さんの話を聞きながら私もこれ思い出したんですけど、はい、ちょっと今日ね、YouTube とかあとはメルマガの方でも書いたんですけど、これ What do you do っていう、テレビ番組ご存知ですか、諸星さん、はい、ABC の、はい、
はい、でこれ何かというとドッキリ番組なんですよ。そうですね、はい、これドッキリ番組なんだけどすごい感動する番組なんです、うん、ぜひ ね、 ね YouTube に上がってるから見てください、うん、これ、ね、実はいじめの構造において日本とその以外のところを僕は構造的に大きく違いにする一つかなと、うん、というのも日本ではいじめの議論っていじめられっ子といじめっ子ってなりますよね、うん、でそのいじめっ子に対していじめはやめようというだけなんですよ、うん、でもねアメリカが一番強いのはアメリカですよ。僕もニューヨークタイムズ3年いてあ違うなと思ったのはいじめられっ子といじめっ子がいるっていうのは諸星さんが今おっしゃったようにもうねこれ古今東西変わらないんですよ人間の差がだから。ところがそれ以外の 99% の人たちはアメリカだといじめられっ子を見た瞬間に他人だろうが何だろうが必ず声を出すんです。やめろよそんなことするのはと、うん、なんでその彼の存在尊厳を損なうんだと。それがたとえ親子同士のいじめパワハラでも関係ないレストランの人たちが声を出すんですよ。でそれがこの番組で、でここで日本で何違うかというと日本は傍観者なんです。みんな傍観者ですね、うん、ここはねもう決定的に違ってて日本の教育と傍観者であることが自分たちの身を守る関係ないよってなるんです、うんうんうん、でも海外はいじめられっ子がいた時に声を上げないのはいじめてる側と同じだって、うん、でこの、ね、差はね実は子供たちじゃなくて日本のメディア、うん、で日本の社会全体ですよ。あの強いものについて例えばこれ一つだけ言いたいのは吉本興業お笑いで立場の弱い人をいじめる番組があるじゃないですか、うん、ダウンタウン の、 あの年末にある番組山崎芳生さんを徹底的にいじめるとあの構図があるのを笑えるっていうのははっきり吐き気がするんですよ。要するにでそれを子どもたち見ていいと思うわけですね。海外だったらどうなるかというと一番強い人をいじめるんです。でこの辺があるいはね弱い人がいじめられてると止めるんですよ。お前それやめろよとお前の方がひどいだろうとこのね決定的な差つまりいじめを直すのは簡単ですよ。いじめられっ子といじめっ子を直すんじゃなくてそれ以外の 99% の人は声を上げるんです。全員お前格好やるからやめろよそれと。それがない社会なんですよ この国は。だからこの小山田さんの時も平気で雑誌に載るでしょ、うんうん、今頃になって問題になると、まあ、このね大きなね違いというのはちょっと今日はぜひ言いたかったんでこのニュース取り上げたんですけど、後でまた、YouTube か、メルマガでも読んでください。井上さんどうですかこの いじめという構図に関して。私とも諸星さんちょっと海外のちょっと比較で話をしてしまったんですけど、いやあのその通りだと思いますよね。あのいじめる側に回る子も自分がいじめられたくないからいじめる、うん、いじめる側に回るということが日本では多いようですね、うん、だからそれはもう完全にあのそれだから仕方がないんじゃなくてそれはダメなことなんですね、うん、それで日本の場合はですね先生がいじめる側に回ってることが多いんですよ実は、うん、これはあの一番大きい問題だと思います。全くそうですね。どういうことですか、うん、先生がいじめる側って。僕は自分の先生が、はい、あの自分に、むしろその悪い子たちのですね、刃が向けられないようにですね、むしろその先生がいじめる側に回ってしまうというケースが非常に多いです、うん、先生が治ればですねいじめないっていうことの方がですね子供の方が多いと思いますね、うんうん、昔はだってあのガキ大将っていうのは弱い子を守ったんですよ。そうそうそう昔はそう逆だったんですよね。あのお笑いもそうなんですよ。80年代とか例えばひょうきん族、まあ、具体的に言った方が分かりやすいと思うんですけど、さんまさんとかたけしさん北野さんが出てそれでひょうきん族で彼らが要するに残念な役割なんですよ。でそれから日枝さんっていう当時のね今の会長が出てきて水をぶっかけられたり、つまり強い人をその番組内でいじるわけですよ。ところがダウンタウンとかゴッツーとかになってくると弱い AD とかそういうのを徹底的にいじめて、ダウンタウンの2人はね基本的に安全な地にいると。でそれがいいかと思ってどん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 吉本全体に広がっちゃってるんですよ今そのやり方が。だから危機がするって言ったのは吉本の笑いが全く面白くないと思ってるのは、まあ、こういうことなんですよね。でそれがお笑いがね今人気あるからそれでいいと思ってみんな見てるでしょ。でそれが学校行ったり職場行ったりしても弱い人間をいじめて、他は傍観者と、まあ、本当にテレビというのはねこれ日本のいじめの構造を作り続けてきたんで、
だから今回の小山田さんの件も結局事前に言えなかったわけですよ、テレビは。だって知ってたんでしょ、組織委員会も入ってて選んでて、テレビ局の人間全員入ってますからね、組織委員会にスポンサーになって。まあだからそういう意味ではね、ちょっと残念な例ですけど、まあ日本のいじめの構造は分かってこれからね良かったんじゃないかと思いますけど、いずれにしろ今ね、井上さんもおっしゃったように、諸星さんもおっしゃったように、まあ、今回オリンピックということなんですけど、ちょっと海外とこのいじめの構造というものが違うということを皆さんもぜひね認識して、その傍観者じゃなくて一人でも、これ大人の世界もそうですよ、子供じゃなくて社会においても、立場の弱い相対的な弱者に対して一言声をかけてあげると、で強い者に対してお前ちょっとやめてくれと、かっこ悪いからと、いうようなことを言わなくちゃ、誰もね、みんなも声を上げればそのいじめてるやつも立場なくなりますからっていうのを、まあ、ぜひね、これググれば出てきますから、待っておいて。